止まって。もじもじ。虫。皆さん、こんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年8月16日火曜日の午後1時38分です。では本日のお知らせです。明日、てっちゃんさんがアイロトーンを出ていくそうで、引っ越しの準備をされています。寂しくなっちゃいますね。てっちゃんさんとお話ししたい方は、今日中にお家を訪ねてくださいね。それでは、今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。なんか、連日風が強いっすね。めちゃくちゃ風が強いっすね。あ、埴輪できたかな？てか、今日がラストてっちゃんやって。今日でラストらしいよ。ってことで明日にはもういなくなってるんですね。部屋に会いに行きますか。ほっぺハニワを取り出した。絶対かわいいね。よし、そしてこのハニワのかけらを埋めて、ちゃんと水をやりましょう。なんか場所微妙に違う気がするけど、煙出るけん大丈夫なんかな。どんな感じだろうか。ほっぺハニワ、これダブリとかあるんかな。起きるやろ、大丈夫よ、頑張れ。この辺大丈夫やって。ちっ、ここからなら起きるか。じゃん、こんな感じ。めっちゃほっぺ膨らんどる。かわいい。なんかシャボン玉みたいなの吐き出したいんやけど。そういう感じね。かわいい。全員見事にかわいいね。よき。てっちゃんの家はどこだったかしら。こっちの辺、こっちの方やったよね。あ、ローランや。どうもどうも、私ローランと申すですか。床にシクラグを売るお仕事。はるばる来たです、遠くから。そんなに遠くないんじゃないかな、もう。お兄さんの島におるよね。取り揃えてるラグの3サイズ、スモール、ミディアム、ラージ。柄は買ってからのお楽しみ。さらに不思議な壁紙、床もあるです。使ってみればびっくりドッキリ。あんたなんか買うですか？じゃあラグを。はいはい、ラグはどのサイズにするか。S サイズ1000ベル、M サイズ1500ベル、L サイズ2000ベルですけども。じゃあ L で。ふんふん、そのサイズか。では先に代金いただくです。はい、あんた気に入る、嬉しい。私よかったよかった。さらに引き換え券もプレゼントするです。ラグを買ってくれたおまけとして。これを5枚集めたら不思議な壁紙、もしくは不思議な床とチェーンできるです。あんたが買ってくれたラグ L サイズゆえに3枚プレゼントするです。なんかお話ししよる向こう。また買ってほしい、引き換え券に釣られて。買うか、他にも。いや大丈夫、私また来るです、遠くから。次もあんた買ってほしい。ね、会話に入りたい。あ、会話終了。なんてこと、ギリギリ。アイナさん、こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。素敵ね。めっちゃいい感じのバッグ持っとるやん。絶対かわいい、ほらほらかわいい。いいねいいね、挨拶してる。さあ、そんでてっちゃんよ、てっちゃん。ここか、ここやったっけ。シャンティがメガネかけて読書しよった今。お、合ってる合ってる。お、吐き掃除中ですか今。お、アイナ、相談乗ってくれてサンキューな。オイラ引っ越すことに決めたよ。オイラの汗が染みついた部屋を出るのは寂しいけど、新天地でも汗をかきまくるから、お前も元気でな、ジョリ。元気でね。もうこれでお別れなんすね。明日になったらいないんだわ。頑張れてっちゃん。これはどこかの屋上って感じかな。ポスター破れまくっとるけどね。ほらほら、シャンティ読書中。めっちゃできる女って感じやね、なんか。その隣で。めっちゃ邪魔なやつ。
あら、ゆなさん、ちょっと久しぶりじゃない？タイミング合わないと話す機会もこんなに減っちゃうものなのね。だってば。なんか、化粧も相まってさ、ギャルが真面目にお勉強中みたいな。そういう意外性があるよね。見た目で。今日は特にキャンプ場は誰も来ていない。まあ、今日来られてもね、まだ出て行ってない件あれないけど、出て行く予定なので入ってきますかとかできたら、いいんやけど。多分それはできんかったよね。お、派手な服着てるな。それケイトさんのやつじゃない？アイナちゃんもさ、たまにいたすら思いつくときってない？そこでぴったりのリアクションがあるの。お、新しいリアクション久々。なんかめっちゃ派手やけど似合っとるね。あのサングラスもいい感じに。落とし穴をこっそり作って誰かが通らないかなーとか考えてるとちょっと楽しいよね。もちろんそんないたずらなんてしないけど。で、何よそのお互いの目は。悪だくみのリアクションして想像してるだけだもん。ほんとだってば。あは、悪だくみ、悪だくみなリアクションを教えてもらった。ふふふ、めちゃくちゃ怖いやん顔。やばいね。ふふふ。さあ、そしてまたね、あの新しい髪型とかを増や、あ、そういえばさ、なんかマイルで買えるやつでリアクションとかもあったような気がする、新しいやつ。てかそもそもさ、まずリアクションってどこからやるんやった？違うな。マジでね、そこなんやって。いや、違うな。リアクションとは、違う、終わりにしません。リアクションないぞ。え？ないですけど。とりあえず買う。たぬき開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、たぬきマイル交換。なんかいろいろあったんよね。徹底ライフサポートサービスって何？なんか新しいアプリみたいなのが増える感じ。徹底ライフサポートサービスは400マイルになります。交換いたしますか？はい、交換しましょう。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。はい。あ、なんか増えた。徹底ライフサポート。アプリのインストールが完了しました。ご利用ありがとうございました。取扱説明書的な？ヘルプかな？徹底ライフサポートをインストールした。活動を始めるときに暮らしのアドバイスがスマホに届く。活動を始めるときに暮らしのアドバイスがスマホに届く？どういうこと？全く理解できてないんやけど。徹底ライフサポート。このアプリをご利用の方には、今後、たぬき開発から暮らしに役立つアドバイスを定期的にお届けします。あ、まあ、要は定期的にってことか。アドバイスは毎日の活動のスタート時にお届けしますので、配信をお楽しみに。あ、そういうこと。毎日あるんやね、すごい。オッケー。まだメッセージは届いてないよ。アドバイスを楽しみに待っててね。まだ何回。そういうのって普通、一個ぐらいなんか置いてない？さあ、そして。ナウイリアクション図鑑。ナウイっていう言葉自体がね、死語やけど。ナウイリアクション図鑑は2700マイルになります。交換いたしますか？はい。ナウイリアクション図鑑をプリントしています。プリントが完了しました。ふんふん。なるほど、納得。新しいリアクションを覚えた。お、なるほど。ZR。からお気に入りを見つけてコミュニケーションを豊かにしよう。何が増えたか教えてくれんのやね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。で、すべて。
新しく増えたやつ、この丸のやつ、いや増えすぎよね見てなかったってことかな、ずっと。え、めちゃくちゃ増えてるね。あ、そういえば大型アップデートでも増えたんやっけ、リアクション。そっか、それで見てないんか。いや、これは前からあるやつ。これ開いたままリアクションさせてくれんかな。いちいち閉じるのめんどくさいね。閉じるのってか閉じられるの。うんうん、いやいや、なんかずっと前からありそうなものがいっぱいテカテカしようんやけど。任せて。かわいいかわいい、頑張れー、めちゃくちゃ応援中。そして、え、かわいいいいね、目が点。あ、はっ、あ、微妙に顔違うね。そしてガーン、ちょ、住民の前でやってこよでもびっくりした、あの二人なかなか反応してくれんけんさ。ね、何かしら。ね、待ってよ待ってよめっちゃどっか行かれるんやけど。しまった。ね、ちょっと止まってくれます。くっ、止まって止まって。もじもじ。無視。超絶対誰かと挨拶しよった今。苦笑い。誰と挨拶したんだ今。にやり。一緒ににやり。かぶってるけどね。私ね、めちゃくちゃ被ってるけどね。悪だくみ。あ、きっと今、ルーシーも悪い顔しとんやろ。待って、誰と挨拶したの？いないんですけど、誰も。え、そんな挨拶したふりまでするほど、私のリアクションは見たくなかったと。やれやれ。ね、みんなにめちゃくちゃ無視される。想像中。ああ、いいねいいね。あくび、すやすや、立ったままため息、はあ、がっくり、めっちゃドヨーンってなっとる。そしてジロジロ、かわいい。それは上目遣いというのでは。むか。焦る。この辺前からあるよね。え、あつ森にはなかったとかいうわけではないよね。この辺新しいやつかな、アップデートので。座る。あー、いいね。座れるの。よきよき。そして、バイバイ。パシャリ。めっちゃ映すやん。超映すやん。かわいい。ちょっとジャスティン味があるね。はい、そして、この辺かな？新しく増えたの。くんくん。あ、鼻の匂い。なるほど、その辺なんか、あれやね、スクショがはかどりそうな感じやね。体操。ヨガのポーズ。あ、これ、住民めっちゃしよるよね。広場でしよるのよく見かけるよ。じゃあ一緒にできるんや。よき。さあ、どうぞ。何を？胸に飛び込んでこい的な？ワクワク。あ、キラキラした目で見てる。たたえる。あ、なるほど、なるほど。ちょっとこれ誰かにやりたい。ね、こっち来て、こっち。ね、こっち来てってば。このキラキラの中に入ってきてくれるね。めちゃくちゃ虚しいんですけど。ん？なんか鏡取り出し出した。キラ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 、無視された。無視された。どういうことやねん。紙吹雪。おー。かわいい。盛り上げる？盛り上げてるのか、それは。リズムに乗る。
どういうリズム？え、どういうリズム？そんな手と足同じ方向に出ることある？すごいずれん普通。なるほどね、そういう感じ。なんか今お買い物してました君。フォーチュンクッキー買えないんですよそこでは。そんな感じかな。とりあえず今回増えたリアクションは。キラキラ反応してくれないのか、悲しいな。ね、一緒にちょっと鼻の匂いかが。あ、無視していきそうな感じですよね。くんくんくん、チラッと見て微笑んでどこかに行かれたわ。みんなさ、私がリアクション取りそうになったらちょっとその場に立ち止まってくれんかな。あ、そういえばさ、あのマイル交換で、あのめちゃくちゃ可愛いやつをね、私交換したいけど、でもさ、ああいうのって広場に置けるようにしてほしいよねで、私はめちゃくちゃ思ってるんだけども、どうしよう、とりあえずこの辺に、とりあえずね、とりあえず広場のエア遊具、広場のってついとるくせに広場に置かせてくれんっていうね。置ける場所あるやろ。え、もっとでかいのか、もしかして。え、なに？どんなサイズ感？前にせり出してきとる感じかな。じゃあこの辺ちょっと、あ、この、しょ、動けね。この辺に置くか。とりあえずね。じゃーん、え、かわいい。てか騒がしい。めっちゃ可愛くない？ほら、ボインボイン動くよ。これで誰か遊んでくれんかな。こんな感じ。いいね。こういうの揃えてやったらさ、なんかちょっとサーカスみたいな雰囲気できそうやね。実際にそういう島作ってる人おりそうやけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか広場の〇〇みたいなシリーズ、なんか結構あったような気がするんやけど、全体的に可愛かったんよね。めっちゃ揃えたい。これも、あれか？島によって色違う感じ？マイル交換のやつ結構色違ったよね、みんな。うち紫やったよ。っていう報告。